こんにちは。内定率 100% の就活塾、お相手は高橋です。今日は25卒の方からのご質問です。今、2年生で長期インターンに申し込もうと思っています。私はマーケティングのインターンがしたいと思っていて、一つはアパレル関係のマーケティングで内容は面白そうなのですが、週4日以上とかなり時間が取られそうです。もう一つの方は何のマーケティングかは書いていないのですが、週2日以上で時間的には余裕がありそうです。どちらに行くべきでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、両方を応募してください。まず、2年生の早い時期から行動しているのは非常に良いことだと思います。さて、こういった質問は非常に多いです。行きたいインターンが2つか3つあって、どれがいいと思いますか？とか、どっちの方が就活に有利になりますか？という質問ですね。これ、聞きたくなる気持ちはわかるんですけれども、応募してみると、そんなことを考えていたこと自体が徒労だったということがわかると思います。おそらく両方受からないからです。学生の皆さんが行きたがるような企画、広告、PR、マーケティング、バイヤー、番組制作、芸能関係、雑誌、商社、コンサルなどのインターンは、インターンであっても超人気なので、基本的に受かりません。受かるためにはエントリー段階からプロフィールや応募の文章の工夫をしなければなりません。おそらくまだエントリーしたことがないから現実が見えていないのだと思いますが、返事が来る前から返事が来るのが当たり前、インターンは受かって当たり前と思っている段階で返事が来るということはまずないと思います。長期インターンの場合、学生は実務に近い仕事を経験できるというメリットがあるのに対し、企業側は比較的長期にわたってアルバイトよりも主体性を持って単純作業ではない業務をやってもらえるというところにメリットがあります。つまり学生は実務を教えていただく立場ということになります。選ぶ側の企業としては、基礎的な能力が高く、やる気があって、1、教えたら10理解する。そういった学生ほど来てほしいと思っています。人気のインターンに行きたいのであれば、エントリーシートの文章の内容をブラッシュアップしつつ、見つけたものには全部応募するという気持ちで受けていくことが非常に重要です。人気のインターンに行きたいけど、文章がうまく書けないという方は、ぜひ一度、ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。